ヘッドを、うん、もうとにかくインサイドから入れることだけでいい。もうそれだけ。めちゃくちゃいい球出た。バッサンすごい。いや、そうなの。レッスンプロみたい。いや、レッスンプロなんですよ。ヤスさんのやるべきことは、中側を最後、こう使ってフェードって。あ、なるほど。レッスンっぽくなっちゃってごめんなさい、なんか。いや、それが男塾ですから。4番パー3、175ヤード、バッサン男塾。男塾、やらせていただいております。インサイドから入れた方がいいですね。そう。向こうに打ち出そうとすれば自然とそうなりますよ。うん、5番アイアンでいきます。はい。完璧だ。こういう球を打てるといいですね。完璧。いやもう、いや、いいね、いいね。君、いいね。君、いいね。名前は？翼です。バッサンゴルフのゾロス。バッサンゴルフの翼です。コンパクトなスイングってスピード落とすのとは違うんですか？違いますよ。テイクバックのこと？体はこう回すんだけど、ヘッドはあんま行かせない感じ。あ、こうコンパクトってこういうコンパクトじゃないんで、うん、こうやってボンって。あ、確かにバッサンそれやるな。素振りでやってるよく。6番完璧。こういうの打てるようになったら強いっすよ多分。でかいけど。あ、でかくない、ちょうどいい。ナイスオン、うん、ナイスオン。いや今いい、うん、あれをやった方がいい。内角を維持できた気がする。うん、ヘッドコンパクト、体このぐらいで、まあ、体の正面から手を外さないってよく言うやつですよね。走らせない、うん、あ、コンパクトの時はあんま走らせないです、うん、まあ、距離を出す必要がないってことですよね。僕も6カルで、はい、しょう。おめでとうございます。どっちかっていうと捕まりやすいっすよね。捕まりやすいっすね。だから軽くって相殺させるもん。めんどくさいっすか単品アイアンヘッドガードめんどくさいっすか。全然めんどくさくない。全然めんどくさくない。ちょっと嫌な顔しました。いや、嫌な顔してないっすよ。全然、俺だってお客さんヘッドカバーつきいますから、持ってる人。じゃああんま言えないですね、この話は。言える、言っていいっすよ。めんどくさいなんてことは言えないっすね。絶対言わないっすね。サブバック、サブバックも言わない。たくさんいます。サブバックはやっぱり100から120ぐらいの人だと不安で持ってた方がいいっていうのありますよ。それありますよ。100切ってきたらこれは持たない方がいい。ちょっと必要もなくなってくるのかな。そう、で自分でやっぱ考えてクラブを厳選して持ってく癖をつけた方がいいと思う。その表現いいですね。僕は別にね、人が使うのは本当自由だ。もちろん人が使うことにどこ言ったことはないんですよね。自分は使わないっていう話。てか、まあ、普通にそれで言うと必要ないっていう話ですね。使ったこともないから、そのまあ、そうそう、まあ利便性はちょっと正直わかんないですけど。あとでもカチャカチャの人もいるじゃないですか。ボルスコア、うん、これはお客さんによく言うんですけど、それは持たない方がいい。まあ自分で覚えないですよ。そうですよね。いやだから結局そのね、数えるのが忘れちゃう人はこれも忘れちゃいますからね。結局そうです。これはいいぞ、これいいっすよ。これはバッサンみたいに入れてくれていいやつだ。俺のピンタイプどうですか？ピンタイプめっちゃ合ってる。あんなにね、パターを変えてきたヤスがもう今それで安定している。何話かにわたってこれを使ってますからね、うん、しかしこの前ゴルフ5行った時にパターコーナーを見たいと言っていた。まだ上を求め続ける飽くなき向上心に頭が下がる思い。ちょっと見る気はないんですけど、後ろからカメラやらせていただきます。結構ね、切れてます。8ヤード。うわー、おー、ナイスタッチ。オッケー、ナイス。おー、イメージ出てたね、やっぱ。フックラインの曲がりも合ってきている。素晴らしい。俺の言い方に寄せてきてません？いや、寄せてないです。じゃあ、私行きます。はい。6歩。あー。どっちからが下りか。そうですね。うん、まあ登って打ったわけでもないから、うん、そう、こっち登りでもないっすよ。ヤス君がライン見せてくれたからな、ここはしっかり決めないと。やっぱ最後切れてきましたね、僕の場合は。ライン教えます、大丈夫ですか？教えてください、はい、あのタッチ合わせます。はい、これっすね、このゴミ。まあまあ俺のから考えると消えそうっすけど、でもまあ分かんないですよね、距離が違うから。初速なんですよ。タッチ合わせますよ。タッチ合わせる、がっつり合わせます。じゃあちょっとここかな。はい、意見は一致した、はい、さあバーディー行っちゃってください。来たね、来た。
ゆうき先です、はい、まあしょうがないです、しょうがないです今のはそんな悪い感じでは、うん、いやもう本当いやこっちからは入るライン本当ただ一つって感じですもんね、うん、一歩半いきます。よっしゃ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。よっしゃ、ありがとうございます。どうですか今日男塾大丈夫ですかねこれ。大丈夫ですか。もう発見がいっぱいあります。バスさんが出て初めて穏やかな会じゃないですか。うん、炎上なし。うん、ドレさんがライブできなかったじゃん。いやそうです。バスさん男塾でもドレさん大ライブするから。はい。そうなんですよ。でしてやっぱもらえないねこちらも。そうですね。そのためにやっぱ炎上するなんかしないと。そうですね。炎上しないと僕サイさん止まれないんですよ。炎上してれば、うん、サイさん止めさせてくれるんですよ。ゾウさん止めてやるぞ。ライブするぞ。ライブするぞ。ゾウさん。そうだよね。最近よく思うんですけど、はい、バッサンも俺も、うん、ラインまたいで読むじゃないですか。はい、同じ方向から打つ人がいるとき、はい、できないですよね。できないです。やんない方がいい。やんないですよね。はい、あれすごい不安なんですよ。ああ、あの横でやるしかないです。ああ、だその傾斜の延長として。カップの裏か。カップの裏もいいです。カップの裏もちょっと離れないといけないんですよね。まあまあ、なんかカップの裏もワッホーさん言ってましたよね。いやでもそれは俺もしてたよ。特に海外ではオーバーした先のラインも踏んじゃいけないみたいな。そう傾斜を感じたいタイプの人間からするとすごい不安なんですよ。だから最後にできれば最後で打ちたいし、同じ方向から打つ人がいないでほしいんですよね。ああ、そういうのもやっぱあるんだ。あります。ちゃうんだ、ね、っていうことで、いや終わってないからね。5番パー4295、短いんだ。短いんですけど、ここ一応一番難しいって思ってます。そうなんだ、はい、じゃあ刻みだったね。いや全然大丈夫。左アウト、左アウトだけど右もアウト。刻みだった完全に。刻めばいいんじゃないですかドライバーで、うん、軽めで。ナイス。すごい良くなってきたじゃないですか、うん、むしろ今までで一番いいまである。すごい良くなってきた。ここ最近で。バッサンゴルフのおかげです。バッサンゴルフの調子です。サムネだな。サムネやばいです。これがサムネはやばい。今後のなんとか。最終話は今後っすよ、これ。これやだな。すごい綺麗、あっち。すごい綺麗。あ、綺麗ですね。あそこの向こうの景色。すごい綺麗。そこ日差してるな。うん。冬しか来たことなかったじゃないですか。はい。俺もね、このいい季節に来たかったんですよ。景色いいだろうなと思って。何？そうですよね。うん。わかります。なんで？いや、ごめんなさい。なんか。悪い季節にしか呼ばない。あ、いやいや、トマトボードと思ってますけど。普通の会話じゃないですかね、今。普通の会話っすよ。うん。そうか。ちょっとずれてる。今普通ね、むしろいいこと言ったら、ハッとか言って。傷つくよ。いや、ごめんなさい。なんか悪いこと言ったんじゃないかなと。そうそう。ずれがあるときあるから、人と。リズムだけ。ちょっと左も怖いからな。うん。ちょっとごめんなさい。あ、いいね。いや、いいね。今のいい。今のナイス外し。うん。もう外しただけでナイスショット。っていう感じで。ほら、こういうことなのよ。あー、曲げたらバッサのせいにしたかったのにな。ナイス。そういうことなのよ。バッサンにも負けたくなかったんで。気持ちいい？気持ちで。ね、そうですね、うん、もう完全に俺の手のひらで踊ってらって感じで行かせて。暴力だ。訴えてやる。行きます。ちょっとフェードで。よっしゃー、今日一なんじゃないかっていうぐらいいい球だったね。ナイス。ここに T マーク、そこに T マーク、そしてヘッドカバー、ここで魔法陣完成。いき、ヨフカルマじゃねえか。よく知ってますね。よく知ってますね。あ、今日それもうやろうと思ってきたんだ。いや、そういうことない。いや、いいね、いいね、そういうの、うん、ラップ好きなんで、ごめんなさい。すげえ見てんすよ、ラップ。ラップやってくださいよ。いや、ラップできないんですよ、でも勉強したいんですけど。俺歌った時ラップ伝われましたけど。確かに。あれはあれですか、ガチなんですか、あの歌は。うん、ガチです。練習したんで、ちゃんと。あ、ほんと。いやいや、何その、違う、そのディスリー。違う、やめてよ。5部屋ありました、5部屋ありました。人のコンプレックスをさ、そんなやめてくださいよ。勇気出してね。勇気出して、俺は歌だけは NG っていうので、早朝シューティング部で俺歌は NG でやってる、ずっと。は
もうそれはちょっとね、いや、やつくんが、いや、あんさん、いけますよって言うんで、俺もう NG って言われちゃうともうこじ開けたくなっちゃうんだよね。いや、そこまで言うんだったら俺もちょっと一皮剥きますよ。剥いたんですね。剥く蔵さんですね。剥きたいっす、俺もやっぱり剥いてけ。剥きたいっす、もっともっと生きて、生きたいっす。俺も須田さん剥いてけ。いいっす、行かせていただきます。ドヤさんのあの無茶ぶり歌わして、はい、ドヤさんの無茶ぶり正解わかんないの？わかんないっすよ。翼って言うんですけど、そうじゃないよ、そうじゃないって言うんですけど、どれっていうのがあるんですよ。あ、なに、ドヤさんの悪口いないからって言ってんだ。いない時に言うのはよくない、そういうのが。いやいや、俺そこなの。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません。いや、俺ちょっとね、あれ、ありがとう。100、あ、いやいや、うん、持ってくわ。人が測ってくれることに甘えてました。そろそろ自分で測ります。そうですね、僕も一人前の大人になります。そうですね、はい、うん、全部ね、キャディさんに任せちゃう人がいますから。うん、82ヤード、フォロー、82ヤード、フォロー、56度、雪味のないゆったりスイングのフルスイングで、あ、いいっすね、かっこいいっすね、それ。これ突っ込んじゃうんですよ、俺、悪い癖で。あ、なるほど、でも左足上がりだから大丈夫ですか。止まないように。うん、52ヤード、まあ50ですね、50度、52ヤード、58度、はい、引っかかるけどバンスぶつけていく感じで、ちょっと悪くないと思うんですけどね。ナイス、はい、この距離いいとこ置きたいんですよね。この時に絶対意識した方がいいのは、練習場を思い浮かべた方がいいです。傾斜を意識しない方がいい。もう練習場の50だったら50に打つイメージあるじゃないですか。もうそれをやりきるだけです。ちょっとやってみてください。そう、そういう感じ。うまい、入る、ナイス。あります。まあ、ちょっと奥行ったかもしれないけど、ラインは良かったです、はい。もうね、練習場をイメージした方がミスは絶対減ります。なるほど、コースの距離感をやんない方がいいです。いいね、いいでしょ、いいね、いいでしょ、君いいね、いいのよ。あっと良くなってきたよ。ありがとうございます。2年目なんで。23ヤード、3打目。まあでもこれ切り替えたいですね。15ヤードキャリーかな。うん、ちょっと右持ってかれますね。ちょっと右持ってかれます。16、はい、おうまいっすよ。ナイス、ナイス。あ、これパーセーブある。うん、ナイス。俺見てるじゃん、ピッチマーク惜しかった。うん、あ、そこにピンデッド。うん、やっぱ練習場のイメージだと、やっぱ看板に当てるイメージになるから、それは練習しとかなきゃ。そうっすよ、うん、看板の手前にキャリー、看板の手前にキャリー。4歩バーディーパット、跳ねた分です。 OK、 僕も4歩まっすぐ下り、下りっすね。うまいよ、伸びれば。ああ、でもなんかちょっと行きましたね、うん、今のはね、OK、 まっすぐ出てる、ボコボコしてた今、たまたま、かまぼこ、かまぼこ見てる。あ、これはスライスですね、やっぱり左カップ内側。さあ、左カップ内側に打てるか。うーん、いや、左に出したな。うん、ちょっと気持ちいいっすね。どんまい、ボギー、どんまい、どうっす、うん、よかったな、セカンド。なんか考えたんですか、あれ。手打ちしちゃっていいんですか。あ、まあ、確かに。しょうがないですね、それはね、うん。逆に手打ちの日はもう手打ちしちゃえばいいんじゃないですか。そんなことないですか。いや、間違いないです。で、アウさん、手打ちうまいから。やっぱバスケやってるから。こればっか言ってんの。関係ねえだろ。いや、やっぱり、スナップの感じってやっぱ違うんですよ。でも、あの、スタートホールのセカンドも、オーダー振りもう完全に手打ちっすね。そうっすね。でも、手打ちしようと思って、するのと、手打ちしちゃうのとで違う、違いますよね。違う、手打ちはしたくなかったんで。そうですね。まあでも切り替えも大事ですから。6番パー3、160ヤードで150の右からの上げ、8球持ってきてるって上げてるからな。あ、ちょっとあの8のライン出しやってみますわ。はい、グリーンの右に乗りますから。打てる感じは非常にいいっすよね。適当にやった方がいいです。まずグリーンセンターぐらいになって8でライン出し。あ、センター狙っちゃダメです、これ。ライン出しだったらピンまっすぐ。ちょっとフェースで滑ってもいいと思ってるんです。そうそうそう、そういう感じです。ちょっと飛んじゃったか。あ、でもいいっすね、距離。
お、消えた、うん、そう、排水口があります。はい、セーターで今のはいいんですよ。うん、セーターだったね。センターでしたね。これ、みこしてセンターって言ってたね。じゃあ、私ナイス。ほら、ちょっと手前、センター狙いました。センター狙いました。ライン出しで、ライン出し、ちょっと中央センター狙います。捕まえセンター、うん、あー、こっちがあるからってことか。そういうこと。だったら、あっちの方が。うわー、まあそうか、バンカーが理由のか。バンキッシュ、たけし。あれが右行くはずなんですよ。へ、うん、スイング的にちょっとこう滑って、で、ピンまっすぐ行って風と喧嘩してちょうどっていうイメージでしたね、僕は。ライン出しのヘッド動かさない感じで滑るイメージがちょっとまだできないですね。あ、出ないですか。うん、ちょっと、うん、どっちかというと捕まっちゃうイメージの方が今は出ますね。ちょっと左に振ってもいいですけどね、そしたらフォローで切りに行くような感じ、ラフじゃなければ。ごめんなさい、ちょっと真面目な話しちゃってますね。いいんです、真面目な話したいですよ、こっちは。ブランディング的におかしいんじゃないですか、これ。何のブランディング。バッサンブランディング。それは自分で決めてください。そうですね、真面目な翼いらないってなっちゃうから。確かに、あの、うん、コメントを見て、うん、いやでもかなり好印象を持つ人多いと思います。そうっすか。そうですね、今まで本当は印象が最悪だったので。え、ゴルフ大して上手くないし。そうですね、ちゃんと教えもしねえし。そうですね、遅刻する。え、遅刻する。遅刻するし。はい、で、プロゴルファー。そうですね、何言ってんのか。そうです、思ってる人いたと思います。まあ、こういう回もあっていいと思います。そうですね、大丈夫です。すごくいいと、本来こういう回をやった方がいいと思います。あ、そうです。ああ、じゃあ間違ってました、僕やり方。いや、はい、今までがあったからこそこれが生きると思います、それは。はい、あれだ、そう、生き、あ、持つってことですね。あ、右にバンクあるって教えてくれなかったな。見えてましたけどね。これをパー取るかどうかのゴルフなんで、毎回毎回ナイスショットで出ないですから。20ヤード、56。いや、うまいけどな。ナイス。打ち方いいんじゃないですか、全然。埋まってるんで。埋まってんのは救済受けれます。左足下がりで突っつけますか。左足下がり突っつけたら、ちょっとカットに入れなきゃダメです。下がりはマジでカット。結構もうアウトサイドインディーです。あ、いや、あっちあっち。あっちっす。13ヤード。うまい。あー、うますぎた。でも、ああいう感じっすね。はい。20ヤード。うん、ハウスさんも6、7、8、こっちから早いです。8ぐらい、はい、うまい、ゴー。いやー、惜しい。次です。うん、なるほど。私行きます。パッパッと、すいません。オッケー、はい、ありがとうございます。4歩パーパット、結構綺麗な、これ。うん、欲しい。オッケー、オッケー。分かんねえからな、ちょっと寄せがみんなうまくいなかったね、ここはね。やっぱ外したら難しいっていう状況でした。うん、さあ、これで第5話終了。第5話終了ですか、パスさん。もうあと3ホールか。え、パスさん、後半ちょっとあれですか、オーバーパーですか。うん、前半4アンダーなんで、1アンダー、1アンダー、うん、はい、そうですよね、はい、ベストスコアかかっちゃうと、え、まあ、みんなね、プロでもそうなっちゃう、はい、うん、ちょっと意識しちゃったとこありましたね。そうですよね、はい、で、安ゴルでやっぱいいとこ見したいなっていう気持ちが出ちゃいました、うん、でもまあ前半見せれましたよ。そうですね、ええ、ただまだ終わってないです。ちょっと前半は取れてませんでしたって言われていきます、ね、いきます。それは勘弁してください、うん、やっぱ、いや、マスさん、それは僕のブランディングもあるんで。それはそうですよね、はい、4パチも打てないです。4パチ打ったらもう引退ですよ。そうということで、次回も見てください。、はい、ね、おともじゅう君、最後なんかあるかもしれないですから、ね、そうですね、うん、あがりさん今後の進退をかけて、確かに今後についてはね、うん、次回のサムネはそれにします、うん、そうですね、やりすぎ。ということで、次回見てください。お願いします。マスさんゴルフの調子これです、アウさんやってんの、やってんの、これやってますよ、俺の真似してる、やめた方がいいですか。お願いします、うん、いいですか、はい、
ドライアングルゴルフのサインです。